みのりんの感謝で無茶ぶりセカンドシーズン特別編。おはようございます、川原みのりです。さて、本日は特別編ということで、前回でですねセカンドシーズンは、終了と、なったんですけれども、まあ、前回ね、最終的にプラス収支にもできまして、無事にご褒美をいただきました。なんとお家にフラフープが届きました。ありがとうございます。なのかちょっとあの使ってみようと思ったんですよ。で組み立ててみたんですけど、ちょあのうまく組み立てられなくって、ちょ正しいやり方が分からずに、まだ回せてないです。あまだ出来上がってないです、まだ物が。はい、なんですけどね、あのせっかくいただきましたので、しっかりダイエットとして、上手に使わせていただきたいなと思っております。ありがとうございます。さあということで、本日はですねこちらキコーナ横須賀店さんにやってきております。本日はこちらで特別編ということなんですけれども、特別編だからフリー実践でも大丈夫ってことです。違いますよね、なんかサイコロが見えますもん。今日もサイコロを振っていきたいと思います。いきます。ダラダラララララララ。あ、ごめんなさい、人様のバイクに、あ、大丈夫かな、あ、人様のバイクに、ごめんなさい、あ、失礼しました、大丈夫かな。はい、6ということで、まあ、いつもフリー実践なのに大体6ね。今回はフリー実践が違いますね、6ですので、今日は全5タイプを打ってプラスにしろです。え、これ結構大変なやつ引いちゃったんじゃないですかね。え、全5タイプってなんだろう、 A タイプ ART AT とかってことですよね。え、5タイプある、あ、そっちの5タイプ、あ、じゃあパチンコもですね。1パチ4パチ、20スロー5スロー2スロー4なるほど、もうこちらの横須賀店さんの全てのレートを遊び尽くすということで、わかりました。ということで本日は全5タイプ制覇したいと思います。それでは実践行ってきます。ここが5スロで、ここがあれ、ここが460枚って、だって本来46枚、あ、2スローか、2スローだ。あ、でも待って、2スロー結構豊富、迷うな。あ、なんか花火とか一番手取り早く打ちそうな気もするけどな、割と打ちたいのは埋まっているかもしれないので、エウレカとかにしとこうかな。ちょっとエウレカからスタートしようと思います。ミスロだったらまあまあ使っても安心。ではでは、まずはミスロコーナーから頑張っていきたいと思います。もうえらい持つよ、こんなにコインあったら。あ、どうでしょうね。さあ、最初の手術水です。ここで当てることだってできるんだぜ。まだまだ、うい、あー、終わった。910か、うん、なか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 いっぱいまだ残ってます、分母が。まあでも手貸しは遊べるからいいですよね。下手したらっていうか、多分ゲームセンターに置いてあるスロットより全然遊べるんじゃないですか、2スロって。とかでも1000円使ったらもう AT コーラリアンモードとか入れないと取り返せないくらいにはなっちゃうんですね。いや、当てますよ、当たりますから。だってこれ回したらもう一回当てるまで、おお、強水か、はい、OK、もう一周目でバシッと当てちゃいますから、安心してくんて。で、ダメでしょ、はい、ミルバージュ。マジでパチンコは何打ってもいいんだったら
アマ行ってもいいですよね。アマデジとかでキュロッと当てて、そんなうまくいくかはちょっと分かんないけど、あでも原産ライトあるんだったら原産ライト打ちたいな。でも原産ライト打つんだったら1発じゃなくて絶対4発がいいです、私的には。あ当たんないですね、これはちょっと1周目むずい。あーダメだー、はい残念。で今ちょうど500円使ったから、本来だったら5000円ってことか。お、あれ、まああれか、KCC があんのか、あるっぽいっすね。なんか引いたっけかな。はい KCC 行きまーす。わあ、フルが引けない、おい全然遠いな、865分母が。あ、赤い、なんだ、あるのかな、 KCC があるのかな。これはさすがに入ります、 KCC。 あれ、あ、ですね。あー、やっと2周目いける。あ、早いよ、早い早い、びっくりした、早すぎてびっくりしちゃった。でもいけましたね。2周目とかで当たることほぼない。あ、あそうかな、でもなくはないか。ここでやられるけど、この1000円以内ではなんとかしたいんですよね。500枚とか出すの結構大変ですもんね。あー2周目もダメでした。あとは3周目行く前に多分一応303は来るんですけど、仮点、まあでもないだろうな、なかなか当たるもんじゃない。303は一応来た、延長は一応来る、はい、エンドです。いやー当たりませんでした。あれ3周目です。試合は別に普通なのか。試合3周期目以降の出現は AT レベル3以上下だから、 AT レベル3以上必要、当てることができればですけど、 AT を、まあ、AT に入れたいはどっちみちね。おお、びっくりした、はい、キョチェリーです。当てちゃいたい。おお、いいよ。あ、当たるかもしれない。逃げ逃げ。からの、あ、いや、じゃあ、バスクード来ちゃってる。ダメだ。一つもなーい。両手も引いているのに、なんもなーい。何？おそらく KCC だと思いますが。まあ、あと半分。同じだけ回せばもう天井です。はい、消し張ります。あれ、終わっちゃった、無駄、スイカだ。まあ、もう一回入りますね。なくなった、1000円がなくなりました。本来ならば1万円を失っているところです。こういう時に手貸し打ってると、あ、よかったって思う。はい、終わった。まだだね。あー、ここで引くんだ。2枚で終わっとけばありますね、 KCC。 よし、
かさん、ハイエボーなんで私何した今どうなってたんだろう。え、待って待って、ハイエボー、あ、え、中断チェリーってこと。私今全く目押しをちゃんとしてなくて、あ、中チェヒタしかないですよね、ハイエボーですもんね。そうですよね、中チェ来ました。ただすいません、中チェリーが本当に申し訳ないタイミングで、ハイエボー私初めて来ました。結構エウレカ打ってるけどハイエボー引いたことなくて、まさかね今日ニスロで引くとはね思いもせず、まあいいでしょう。416ゲームです。投資が1500円ですね。はい、マジで初めて引いちゃった。ニスロかニスローかーってなっちゃうな、やっぱり。いきます。わーすごいよ、本当に初めて引いた。ここを光らせたのが初です。はい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 、ハイパービッグをもらいの、はい、ハイエボ、はい、チャック3回ハイパービッグボーナスがとりあえず終了しました。303枚、うん、これだけであとマイナス250枚ぐらいですね、おそらくね。で、ここからエピソード入るのかな、まず、うん、30ゲームのエピソードが入ると思います。本当にあれは存在するのか、我々はエウレカの日記、続く、はい、続く、続く、気になる。はい、さて、エピソードもじっくり見たところでハイエボです。100ゲームのボーナス降格抽選かな。まあ何個取れますかね、初めてだからどのぐらいやれたらいいのかわからないけど頑張ります。とりあえずレア役とかをいっぱい引ければチャンスはあるはず。ザクレア役でもね 50% ありますから、スイカチューリーをガンガン引いてこうぜ。バトル、バトルに勝てばボーナスもらえるってことかな。うわー、なってます。おお、普通に当たりましたけど、そんな簡単にいけんの。 4-5% しかなかったんだけど、出るとか。はい、ボーナスです。今回は白ビッグ、でもこれでもほぼほぼ返せたんじゃないか、おそらく400枚はもう出てるから。いやでもハイエボ引けてよかったな、多分私後にも先にもこの1回だけだと思います、ハイエボ引けるの。まだまだ当てます。ボーナス3倍、あ、お、ここはここもだいぶチャンスなんじゃないの。 50% で抽選してくれませんか、してくれませんか。どうなんだろう、落ちたの、落ちただけなのか、抽選に漏れただけなのか、何なのか。あ、始まった、当たってんじゃない、さっきのチェリーで。はい、当たってました。え、私ニスロで乾燥するのかな。うん、ゲイ、白ビッグです。はい、下が16枚出てます。あ、今回はちょっと少なかったな。うん、お、
額もらった、上乗せしてたんですね、うん、よし、お、やった当たった、急に当たんなくなりましたけど、終わっちゃうときはこういう感じを見ちゃうとすぐ終わったりもするのかもしれないな、お、若干、お、騒がしい、チャンス、チャンス、オッケー、さあ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 、お、お、お、勝てるんじゃなかろうか、これはよし、いけるってなるでしょ、はい、よし、OK、いやでも残り13、まあちょっと前に当たったってとしても20ゲームぐらいだと思うんですよね、残り微妙です、感想が、まあ、でも誰かが話してるのを聞いたときはハイボー、まあ、5回ぐらいはボーナスいけるでしょうみたいな感じの話だった気がするんで、それは超えてるんで2以上は引けてると思うんですけどね、シロピック、エンディングか、途中だもんね、あ、エンディングペイ、うん、あ、そうですね、よし、ゲー、わー、やりました、完走させちゃいました、あー、すごかった、ハイエボということで、ミスロ終了します、もう十分すぎるぐらい出したので、一パチとかパチンコの方に行こうかな一旦、さてさてさて、ちょっとお次は気分転換にパチンコで頑張りたいなと思います、1パチ1パチ、あ、多分こっち側が1パチだかな、どうしよう、でもマジでアマとかでもね当てればクリアですからね、一番低いやつでしょ、ベルサイユのバラがいいかな、さあそれでは、どんどん行こうと思います、1円パチンココーナーです、ベルサイユのバラにしました、89.9分の1なんですぐ当てられるかなと思って、アマで行きます、さあ共に行こう、はい共に行きます、ベルバラ初めて、久々です、ちょっと液晶がだいぶ狭めなやつ、結構アーマ系多いですよね、でもね、こういうタイプのやつ、おお、なに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 、オッケー、ちなな七人、もうリーチリーチ、あー、なんか、なんか強そうじゃん、ちょっと熱そうだなと思ってしまうけど、赤まで行ったらちょっと期待しちゃうかもしれない、でも一回手目ですからね、はい、赤ですよタイトルちょっとどうなの、あ、弱いかな、え、当たった、すごい一回転目いや甘いとは思って座ってるけど、一回転目で当たるんかーい、はい、でも確変突入率 100% ですよね、うん、ちょっと全然スペックもわからないまま
当ててしまいました。はい、ビクトリーボーナスです。右打ちです。プラスです。バラはバラはのやじゃんこれ。私低カシの方が当てれるのかもしれない。ちょっと悲しいけどそれはそれで。デルバラモード入りました。確変のモードだと思います。で ST10 回転ですね。はい、行きましょう。10回転でいければ何分の1なんだ10回転が、電車ポカイテン、あ、40回転もついてくるんだ。なるほど。はい、確変の方がね当たらないっていうね。でここから30ゲーム、おお、40ゲームか。あ、最初の10ゲーム足して40ゲームかな。とりあえず右打ちで、お、緑保留。緑保留はちょっぴり期待してもいいのでは。リーチにはなりそうだけどな、緑保留だったら。うん、強いか。オスカル、あれオスカルですよね、この人。オスカルとアンドレじゃなかったっけな。連打、あ、自ら連打するタイプか。いやいや、ダメだな、自ら連打するタイプだ。おお、やった、当たっちゃった。イエス、20回転。はい、当たりました。え、割とやれんじゃないかこれ。うん、おーおお、なんだなんだ、お、エピソードオスから来ちゃいました。わお、当たった。めっちゃ当たる。よかったよ、あえてよかった。よし、当たるんすね。21分の1か、 21.5 分の1確変中は。あ、でもこれ確変中じゃないですよね。あ、10回転目、あ、ギリギリ確変中でした。はい、抜けました。はい、ということで、3連したのかな。はい、しまして、十分にプラスです。200円しか使ってないので、では、次に行きますか。サクサク行こう。痛い、あー、どうだどうだ。なんかね、ヒテリヒテリ、ほんと全部のレート打つとおかしくなる。